Hey guys, welcome to my YouTube channel Japanese Study Online. Hope you are all doing well. In my channel, you can have Japanese textbook with audio, Japanese conversation, JLPT N5, N4, N3, N2 material. So stay tuned to my channel. Kindly subscribe my channel for new updated videos and press the bell icon to get notifications of my channel. Also, kindly like and share this video with your friends and relatives. Hope you will enjoy this video and will learn Japanese culture. Kindly stay tuned to my channel for more N3 videos and materials. You can also join my WhatsApp group with link provided below. Thank you so much.第2課、挨拶言葉。会話1。キャロル・ベーカー、朝キャンパスで日本語の三田先生に会う。おはようございます。おはようございます。いいお天気ですね。そうですね。同じ日の午後、キャンパスでまた三田先生に会う。こんにちは。ベーカーさん。今、こんにちはっていうのはおかしいんですよ。どうしてですか？私たちはもう今朝一度会っているでしょ。そういう時は、こんにちはっていうとちょっと変なんです。じゃあ、なんて言えばいいでしょうか？何も言わないで会釈すればいいでしょう。会釈ってどういう意味ですか？こういうふうにちょっと頭を下げてお辞儀をするっていう意味ですよ。わかりました。じゃあまた。失礼します。会話2。朝8時に目覚まし時計が鳴って、キャロルが寮の部屋で目を覚ますと、同室の日本人留学生ユリが話しかける。おはよう。おはよう。眠そうだね。うん。ゆうべ2時半まで勉強してたから。もっと早く寝ればいいのに。日本語の宿題がたくさんあったし、それに難しくて、なかなか終わらなくて。あ、大変だ。早く行かないと授業に遅れちゃう。私も。ねえ、外見た？え？なんで？雨。雨？そう。しかもザーザー降り。ザーザー降りって？大雨っていうこと。雨がすごく降ってる。嫌だな。じゃあ、急いでるから先に行くね。うん。じゃあ、また後でね。会話3。トム・ブラウン。留学生の吉田一郎にキャンパスで出会う。一郎はトムが高校時代に日本留学した時の同級生。よし。ああ、トム。久しぶり。本当に。いつ来たの？先週着いたばかり。そうか。よしが来ることはケンジに聞いて知ってたけど、いつ来るかわからなくて。ごめん。トムのメールアドレスがわからなくて、メール出せなかったんだ。いいよいいよ。で、どこに住んでるの？クロスビーっていう寮。ああ、クロスビーなら知ってる。僕はアパートに住んでる。ふーん。いつか遊びに来ない？うん。携帯持ってる？うん。番号は 123-345-2433。僕の携帯の番号は555-347-4167。じゃあ今度電話して。うん。じゃあまた。